人一つ我々は30秒間手を洗うほど、人一つ我々は稽古の前に検温をすること、人一つ我々は稽古中に換気をすること、人一つ我々は稽古中に距離を保つこと、人一つ我々はどんな状況でもしっかりと稽古をすること、一つ我々は免疫力を高めてコロナウイルスに負けないこと、一つ我々は生涯の修行を変えずに身に強し特進の道を全うすること。はい、では実際フェイスシールドを取り付けてみましょう。用意するのはヘッドガードとこのフェイスシールドです。このフェイスシールドは1ミリのビニールクロスシートでできています。レンガネの上のマジックテープを取り外し切り込みに取り付けます。そして左右の切り込みのところもマジックテープを通して取り付けます。で、下の部分は苦しくないように取り付けないでおきます。はい、これで完成です。かぶってみるとこのような形になります。はい、では TT25 のヘッドガードの方も取り付けてみましょう。用意するのは同じくフェイスシールドとヘッドガードです。こちらは左右の面金にくっついているマジックテープを切り込みから通して取り付けます。その後、顎の下にあるマジックテープを取り外して取り付けます。こちらは手作りのものになりますので、切り込み口などに関しては実際使ってみて工夫をして使用してみてください。はい、かぶってみるとこのような形になります。では実際組み手を行ってみましょう。組み手が終わった後はこのような状態になります。時間などを調節して無理のないように稽古を行うようにしてください。ウイルス対策を万全にして楽しく稽古に励みましょう。